ヨハン・クリスチャン・ダールは、19世紀のノルウェーの画家。ロマン派の代表的画家に数えられる。フレデリクス・ボー・ジョー、1814ノルウェー、ベルゲンの漁師の子として生まれる。決して恵まれた環境に生まれたとは言えず、後年、もし裕福な家の子供として生まれていれば、良い教師に恵まれ、今よりも良い絵が描けていただろうと述べている。 少年時代は聖職者になるための教育を受けていた。しかし、そこで教師たちはダールに絵の才能を見出し、デンマークのコペンハーゲンの絵画アカデミーに進学させたのである。当時はまだノルウェーはデンマーク領だった。陽気な性格のダールはコペンハーゲンにはすぐに馴染み、1年後の1812年には初めての展覧会を開くほどになった。 そしてその3年後の1815年には、クリスチャン・フレデリック王子が彼のパトロンにつくことになった。この王子は1814年のほんの一時期、ノルウェーがスウェーデンに活動されるまで、ノルウェー国王となっていた人物で、後のデンマーク国王クリスチャン発世である。しかし単に金銭などの支援のみならず、身分を超えて、非常に仲の良い友人となった。 1818 18年にドレスデンを訪れたダールは有力な趣味にや芸術家の歓迎を受けた。その中に生涯の友人でありしとなる画家のカスパー・ダービト・フリードリヒもいた。その地でフリードリヒラドイツロマン派の画家の強い影響を受ける。1820年にはドレスデンアカデミーの一員となった。1821年2月、クリス ナポリ湾の絵を描いたことが彼の大きな転機となる。ナポリの情景から特に思い返すこともなかった故郷ノルウェーの自然の素晴らしさを思い出したからだった。しかしながらドレスデンで多忙であったダールは1826年までノルウェーに帰国することがかなわなかった。1930年代以降は活動拠点をドレスデンに置き続けたがノルウェーにも頻繁に帰国し、 長期にわたって国内をめぐりその自然を描くようになった。スタルハイム1842デンマーク領からスウェーデンノルウェー二重王国に変わり自治権が与えられた当時のノルウェーにおいては知識層の中で民族主義の高まりがあった。その中で国家、民族に見合う芸術が模索されていた。ダールの風景画はそうした民族的ロマン主義のに 大きな影響を与え、ノルウェー風景画の父と今日まで称されるに至ることとなった。ダール自身も近代ノルウェー絵画界における先駆者として更新の要請、オスロ国立美術館の創立に寄与した。北欧諸国では一般的に JC ダールと表記されていることが多い。ノルウェーブークモール語では IC ダール表記も見られる。ありがとうございます。